ジャパンエナジー株式会社ジャパンエナジー英文社名ジャパンエネルギーコーポレーションはかつて存在した石油類の生成販売を行う日本の企業2010年3月31日までは新日光ホールディングスの中核企業であったが同年4月1日付で新日光ホールディングスが新日本石油と経営統合した JX ホールディングス現 JXTG ホールディングス参加となった。さらに、同年7月1日付で、同社は JX ホールディングス参加の新日本石油、新日本石油生成の両社と統合し、JX 飛行、日石エネルギー、現、JXTG エネルギーとなった。ガソリンスタンドのブランド名として、ジョモ、ジョヨブモートリングの略を展開していたが、JX 飛行、 日石エネルギーが発足したことで、旧新日本石油のエネオスブランドへ統合される子になった。国内では、エネオスブランドに統合され、ジョモブランドは用いられることはなくなった。ただし国外においては、中国の JXTG 関連企業である、山西日本農源、活油有限講師の純活油ブランドとして、存続しいる。創業は1905年12月。 日光金属、現、JX 金属と共に、日立製作所、日産自動車をはじめとする、日産コンツェルンの源流となった企業である。ジャパンエナジーという称号での営業は1993年からで、あり、この時から、ジョモというブランドを使用している。経営統合前の法人は、持ち株会社下の子会社間の業務整理に伴って、2003年4月1日に、 旧ジャパンエナジーを分割する形で新設された会社である。主な事業は、石油資源開発、石油生成、石油販売、LP ガス、潤滑油、石油化学の6部門。主要製品には、サービスステーションを通じて販売される自動車用、燃料油、ガソリン、ハイオクガソリン、ブランド名、GP-1 プラス、バイオガソリン、軽油やエンジンオイル、 灯油などのほか、重油、A 重油及び C 重油、ナフサ、ジェット燃料、アスファルト、工業用潤滑油、グリースなどの石油製品がある。LP ガス事業では、輸入あるいは、生成過程で発生した LP ガスを販売している。石油化学製品は、ベンゼンなどの方向族化合物やパラフィン、プロピレン、工業用溶剤などを販売している。なお、石油資源の開発は、 グループのジャパンエナジー石油開発が行っている。主要特約店として、ジャパンエナジーの完全子会社のジョモネット、採用手の伊藤中 NX、他に大型サービスステーションを全国展開する宇佐美グループ等が挙げられる。2006年6月20日には新日本石油、エネオスと上流、生成、物流、燃料電池、技術開発の5分野における業務提携を結んだ。 ジャパンエナジーの前身である日本工業の歴史は1905年に久原房之のが日立銅山買収以前は赤沢銅山を買収したことに始まる。その後、日立、茨城県や佐賀の関、大分県、現在は同県大分市の一部に精錬所を設け、金属精錬事業を拡大していった。ところが久原工業は第一次世界大戦後の不況で、 経営危機に陥り、久原自身の健康をも害したため、経営再建を相川義介に託した。相川は久原工業の持ち株会社化を図り1928年に日本産業株式会社に称号を変更。翌年にはその工業部門を独立させ、日本工業株式会社が達した。日本工業は東京都芝区田村町一丁目に日本社を置いていた。 1933年、お物川油田で、黄粉油が起こり、ジャパンエナジーへと続く、石油事業が開始された。この大粉油は、1914年からの、石油炭鉱が実を結んだ結果であった。1939年には、早川石油、後の昭和石油、現在の昭和シェル石油から船川製油市を買収し、石油生成事業に進出した。 太平洋戦争後も事業を拡大し1950年には金属加工事業をはじめ石炭から石油へのエネルギー革命の波に乗り1961年には大規模製油所である水島製油所岡山県倉敷市を建設1985年にはエレクトロニクス部門にも進出電子材料事業を本格的に開始したなおガソリンのブランド名は カクタス、サボテンの英名を使用していた。現在でも関連会社、カクタス航空などにその面影を残している。東京証券取引所などでは、略称を日本航空の日光と区別するために山日光と呼んでいた。1960年代、通産省は石油産業において外資系企業に対抗し得る民族系石油企業を育成することを意図した。 1965年、国策に沿う形で、日本工業を筆頭に、東亜石油、アジア石油の民族系石油企業3社の販売部門統合のため共同石油株式会社、略称、京石が発足、1966年に営業を開始した。同年には、富士石油、翌1967年には、鹿島石油が参加している。企業スローガンは、 心の通うお付き合いであった。このスローガンは長きにわたりテレビラジオ CM で使われ、心の通うお付き合い共同石油と歌われるオリジナル CM ソングも話されていた。詳細は提供番組の CM ソングを参照。また、中央に位置する永遠に燃え続けるエネルギーを表現する赤い円ガソリンの G をデザイン化し、カーブの流動感。 円を囲んで引き締める緊張感、外へ向かう2本の線が、スピード、誠実、発展を意味させる、青い線で円を囲む、いわゆる、強石マークも誕生した。しかし、1970年代のオイルショックにより、共同石油及び強石グループの各社は、経営悪化に陥り、1979年に、東和石油、1981年に、 アジア石油がグループを離脱、強石グループは実質的に解体された。1992年、金属事業を非鉱金属として分離し、石油生成事業のみとなった日本工業と、石油販売事業を行う共同石油が合併し、株式会社尾行強石が発足。翌百九十三年には社名を変更し、石油生成、石油販売、 電子材料事業を行い微光金属を参加に持つ株式会社ジャパンエナジーが発足した。ブランドネームジョモの使用もこの時から。2002年から翌2003年にかけてグループの事業再編が行われた。はじめに共同持ち株会社として新日光ホールディングスが発足、同社の参加に飛行金属とジャパンエナジーが置かれ、 ジャパンエナジーの傘下に飛行マテリアルズが置かれた。次に、初代のジャパンエナジーが、ジャパンエナジー電子材料に社名を変更、石油事業を2代目の株式会社ジャパンエナジーとして分割した。これにより、新日港ホールディングス傘下の、ジャパンエナジー電子材料の下に、ジャパンエナジーと飛行マテリアルズが並ぶ形となった。その後、ジャパンエナジー電子材料は、 新日光ホールディングスに合併し、参加の2社は新日光ホールディングスの子会社となった。なお、2006年に飛行金属単独の事業再編が行われ、新日光ホールディングスの下にジャパンエナジーと飛行金属が並ぶ現在の体制になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。